皆さんこんにちは、マサトです。今回はビザについて新しい情報が入ったので、それについてシェアしようと思います。それでは始めていきましょう。2023年24年のファイナンシャルイヤーに割り当てられた190491のこうインビテーション、招待状が行く数が大幅に減っちゃってしまったんですよね。まあ、本当にこれはショックだなと思う。これから永住したい、暫定永住権で491を取りたいって方たくさんおられると思うんですけど、僕が住んでるね ACT キャンベラを、ね、491190ともに600人というポーションになっちゃうんですね。例年だと2025人出してて、両方ともそのリージョナルの491とあと190のパーマネントレジデンス、両方ともこれが600人に下がって、次はニューサウスウェールズ、シドニーとか住まれてる方なんですけど、例年だと190が9106、491が6168っていうの、190ビザは2650人、491が1500人っていうポーションに、次がノーザンテリトリー、例年だと190が600、491が1400人っていうところが、190が250、491が400にカットされた。その次クイーンズランド、これが例年だと190が2725人で、491が1642人、今回の改定で190が900人で、491が650人にカット、大幅に下がりました。その次がサウスオーストラリア、アデレードと190、例年だと3000、491が5800人を出していたのが、190が1100人、491が1200人にカットされました。その次タスマニアで、190例年だと2150人で、491200人でしたが、今回の改定で4190が600人、491も600人っていう風にカットされちゃいました。でその次ビクトリア、メルボルン、これがものすごい変わっちゃいましたね。その例年だと190が12900人出してて、で491が2000人っていうのが、今回のカットで190が2700人、すっごい減りましたね。で491も600人しか出ないってことになって、で最後 WA ウエスターンオーストラリア、パースと、例年だと190 5350人、491が2790人っていうのを出してたの、今回の改定で190が1500人で、491が850人っていうカットされてしまいます。491と190を目指している人にとっては、まあ結構急いだ方がいいのかなっていうふうに僕の感覚的には思うんです。まあ早ければ早いほどいい。Expression of Interest EOI をこうホームアフェアーズのその移民局のホームページからアプライするっていうのが、 EOI を提出した日っていうのと、あとは点数ですね。このマイグレーションポイントが何ポイントあるか、高い順、この2つで決まるんです。できる限り早く出した方がいいと思うんですよ。同じような点数の人だと早めに EOI を出した人に出しますし、まあ、遅い人はどんどんウェイティングリストとしてとインビテーションが出るのが、ね、遅くなってくるわ。点数が高い人を順々に出していくっていうことで、65ギリギリラインとかだともう本当になかなか来ない。出す人数もねすごいカットされてますから、その分来る可能性がかなり低くなっちゃいます。 EOI は2年間有効期限、やっぱり早めにね出した方がいいと思います。まあ、そのためにまた英語力をね上げて、その英語の点数っていうのはマイグレーションポイント8.0ですね、 IELTS もしくは僕が教えている PT だと79点、これを取れば20点満点取れます。もちろん職種によって65ギリギリ、コンピテント、プロフィシャン 6.0 とか 7.0 でも大丈夫なんですけど、職種によっては79、8.0 クラスの英語満点、20点を取らないとインビテーション来ないんじゃないかなと、職種はたくさんあります。2つ目のニュース、学生ビザに関することなんですけど、オーストラリアン government bans concurrent study for international students。 concurrent study っていうのは、学校をエンロールしてビザを取って、今入学して、それと同時に例えばなんか授業料が高いから、なんか安い学校とかコースに編入したいっていう方は結構たくさんいると思うんですけど、その今の学生ビザでこのコースを、ね、登録して勉強してます。ただまあ安いとこに移動したいということで、まあ、ここの学校保留にして授業料だけ払って学生ビザが、ね、有効な期間のうちに移動する、そういったやり方をするのがコンクラントスタディ、まあ、ジュアルスタディとも言いますけどね。ただそれをやる場合、今までだったらまあ緩かってそこまでチェックされなかったんですけど、今回の改定でもう一切できない、その学生ビザに対するバイオレーションですね、学生ビザが取り消しされて強制送還されるってこともありますので、絶対これはねやらないように しないといけないですね。もし安い授業料の学校に編入したいっていう場合、必ず、ね、少なくても6ヶ月待たないといけない、新しいコースの方に移動するってことは可能なんですね。だから同時に別の勉強するっていうのは、それはもうできないようになりました。ビザキャンセルって扱いになると、なかなかオーストラリアに再入国できにくくなりますし、永住権申請したい方にとってはかなり痛で、あんまりよろしくないレコードになるっていうことなので、必ず厳重に注意して
しましょう。で次3つ目が The amount of savings international students need to obtain a student visa has increased。 学生ビザを申請するときに授業料を払うのはもちろんそうなんですけど、それに加えて高1年間の生活費ってどのぐらいないといけないのかなっていう、そのミニマムのセービングを証明する、まあ、僕も経験ないのでおそらく大丈夫と思うんですけど、まあ、もしかしたらこれから全ての国に対して欠かされるかもしれないです。セキュリティ的に危ない国、それで決めてるんじゃないかなと思う。ちゃんと授業料以外の生活費も払えるかどうかチェックするために最低金額が定められていたんですけど、まあ、それが上がったんですよね。今回 17% インクリースしたってことなんですよね。今までだと21,041ドル証明として必要だったんですけど、まあ、それ2023年の10月1日改定 でここに書いてますね。 International students will need to show evidence of $24,505 in savings, which is a 17% increase on current levels。 もし欠かされた場合はこの 24,505 ドル証明できないといけない。250万円あればもう確実だと。190491の数を減らしたっていうのは移民を増やしたくないとかそういう意味ではないと思うんですけど、その増やすとしてもやっぱこうスキル、 Highly skilled workers っていう、まあ、その優秀な人っていうのもそうなんですけど、クリティカルオキュペーション、そこをやっぱ限定してる節があると思うんですね。その連邦政府としては、まあ、医療 IT 系はまあもちろん依然難しいんですけど、特に医療系ですかね。あと学校関係、先生とか、その辺の職種でビザを取りたい人を優先したい考え方が色濃くなってきてるような感じがここはするんですよね。まあ、もちろんアカウンティング、ヘアドレッサーとかいろんな職種たくさんあるわけなんですけど、住むことが目的っていう風に考えてるのであれば、まあ、ナースとか先生とかね、まあ、ティーチャー関係ですね、その辺を狙ってオーストラリアに来て勉強して永住権を目指す、すごいおすすめかなと思います。もちろん今されている、ね、勉強仕事をベースに永住できるっていうのが一番、まあ、理想だと思うんですけど、なかなか理想と現実で乖離がねどんどん開いてるような感じがします。ただ、まあ、言えることはどんな職種でも英語圏に住む、じゃあやっぱ英語のねスキルの絶対上げた方がいいですね。ライティング、スピーキング、もしその英語に不安がある方と IELTS っていう試験でなかなかスコアが上がらないって方は、僕が教えている PTピアコンテストイングリッシュという試験をおすすめしております。どうしてもスコアが上がらない PT って何だろうかな、クエスチョンマークを持っている方で、もし英語力伸ばしたい、 PT の試験を知ってるけどスコアが上がらないって方は、この概要欄の下にマサトズ OGLIFE.com リンクを貼っておきます。入っていただいて40分間の初回無料コンサルを予約していただければですね、こちらの方でお話しさせていただきます。どしどしお問い合わせいただければなと思います。で今回の動画が少しでも役に立ったっていただける方は LIKE ボタン、またチャンネル登録まだされてない方はぜひご協力お願いいただければと思います。ご視聴ありがとうございます。Thank you for watching, guys, and see you later. Bye.